僕の意識空間、そう理解してくれていいよ。僕が現実世界に存在してないことは君たちももう知ってるでしょ。大丈夫、お客さんをもてなすくらいの力は残ってるから。ずっとこういう風に君と話したかったんだ。やっとその願いが叶ったよ。極限の悲しみと苦痛、血に流れる希望と悔恨、そして常識では測れないアビスの力。父さんはかつて言った、これら全てを揃えた時僕は運命の食器になれるって。でも実際僕は運命の食器になれたとは言えないだろうね。運命の食器はただ僕を利用して組み上げられただけなんだから。その瞬間、カリベルト・アルベリヒという人間は死んだんだ。今君の前に立てるこの僕も、ただ運命の食器の中に残された一つの意識に過ぎない。運命の食器は血脈を紡ぐことのできる機械なんだ。初期段階では記憶を作ったり埋め込んだりすることしかできないけど、運命の食器が完成に近づくにつれ、その機能はますます強化されていく。そう、本物の血脈を紡ぐことさえできるようになるんだ。そして運命の食器が完成し、血脈さえも紡げるようになった時、記憶に影響を与えるような初歩的な能力は消え、運命の食器は正真正銘世界規模の道具になるんだ。うん、運命の食器が出来上がるまで、この未完成品の操作権限を僕が持ってるのはある種の埋め合わせといったところかな。だってこれのために命を捧げたんだからね。ああ、それについては僕のわがままでみんなに記憶を入れてしまったんだ。君にもビマラ村のみんなにも迷惑をかけてしまったね。ごめん。僕はただ僕という人間が存在してたことをみんなに知ってほしかったんだよ。まるでこの世界を生きていたかのようにね。君が今考えてることは大体わかるよ。僕が無意味なことをやってるって思ったんでしょ。でも僕は本当に本当に悔しかったんだ。もしこの世界をちゃんと生きていたら、もし自分の人生があったら、みんなの目に僕はどんな風に映ってたんだろう。それをどうしても知りたかった。アマディアじいちゃんにバハラーム、ジェイットおばあさん、それにアトッサ。災いも呪いもなく、ただ静かな村でみんなと平穏に暮らす、その時僕はどうしてるんだろうって、それが気になって自分の人生を歩んでみたくなったんだ。だから自分勝手なことをしてしまった。たとえ僕の生きた痕跡が人々の記憶をつなぎ合わせてようやく形になるものだったとしても、見苦しいよね。僕はもうとっくに死んでるっていうのに。僕の命は8歳で終わりを迎えた。大人になる機会なんてなかった。精神年齢だけが無意味に成長してる。この大人になった姿も
父さんの見た目から想像したものに過ぎない。うん、知ってるよ。でも僕にはどうしようもできない。もし現実世界に存在したなら、僕だって突然みんなの前に現れて驚かせたかったさ。魔光の剣、ダインスレーブ様のこと？ああ、そっちはもう終わったはずだよ。行く必要はないと思う。うん、だって僕はもともと記憶の中にしかいられない存在だからね。こうして君と意識空間で対等に話せてるということは、つまり運命の食器がもう完成したってことだ。ダインスレーブ様のことなら心配ない。無事だよ。目を失ったのは僕が彼の計画を当てたからだ。あの目はダインスレーブ様の体内に隠されてたんだよね。おそらく彼の当初の計画はアビス教団の策を逆手に取って偽の隠し場所に誘い込み、再び王子様に会うことだったんだろう。そして幸運期の目は君に預け、先にそこから離脱させる。そうすればダインスレーブ様は自分の目的を果たすのと同時に目の安全も確保できる。うん、とても周到な計画だね。そう、それは彼が渡したと思ったからだ。君たちが偽の隠し場所に入る前だよ。待て、旅人。どうしたの？急ごう、入るぞ。あの瞬間僕はダインスレーブが旅人に目を渡したという偽りの記憶を埋め込んだ。急いでいたからダインスレーブ様はそれを信じ込み、何の違和感も覚えなかったよ。ごめん、どうしても運命の食器を完成させないといけなかったんだ。そのためにはあの目が必要だった。別に隠すつもりはないけど、実は僕も王子様の目的を知らないんだ。テイワットの地脈体系は星の深くに根を張ってる。新しい地脈を想像したところで元の地脈に取って代わることもできなければ、それを伸ばすこともできない。殿下が考える計画の前では僕はあまりにも小さい存在だ。その全貌を覗くことなんてできない。でも少なくとも僕は運命の食器で自分の目的を果たせた。うん、覚えてるかな。僕の父さん、コロタール・アルベリヒのこと。記憶の中であの人に会ったことがあるよね。ヒルチャールだった僕はアビスの力によって知性を取り戻した。あの瞬間、言い表せないほどの恐怖と焦燥感がこの胸に湧いたんだ。そんな僕を父さんは物語でなだめてくれた。ここは童話の世界であり、僕はただ小さな怪獣の姿になっただけだってね。一瞬ではあったけど、あの話は確かに僕の恐怖を和らげてくれた。僕の目的は至ってシンプル。運命の食器が完成する間際、
記憶を想像する機能が最も強くなったタイミングで、全てのヒルチャールに偽りの記憶を埋め込むことだ。僕は父さんのようにその記憶で彼らに童話、愛、それから僕たちに関する物語を聞かせた。僕には世界を変えることなんてできない。現実世界の存在すら失った僕からすると、これが最も有意義なことだった。うん。僕は運命の食器に残ったわずかな意識に過ぎない。だから、本来ならずっと前に消えてしまうはずだった。この目的、こうして寝る前の物語を語り終えた以上、もう休まなきゃね。最後の挨拶に間に合わなかったみたいだね。カリベル家の意識が消えたことで、主のいなくなった空間はもうじき消える。二人ともここにいるべき人じゃないから触れることはできないよ。じゃなかったら俺だってホタルを抱きしめてた。少し話そっか。こんな風に足を止めて二人でゆっくり話せる機会ってめったにないからね。ホタルもそう思うでしょ。さっきの戦い本当に大変だったんだ。ああ、ラインとの戦闘のことなんだけど、まさか俺に向かって剣を振るうのにまだためらいがあったなんて。そうじゃなかったらきっと今の俺でも末光の剣にはかなわなかったはず。500年前ならなおさらだ。そうだね、運命の食器、実はその機能を完全に生かす方法は今も見つけられてないんだ。でもまだ時間はある。天理が目覚めるまでね。500年前にカンルイヤで災厄が起きてから天理は眠りにつき消息を絶った。少し前に水神が自分の神倉を壊したのをホタルも見たよね。規則をああもないがしろにしても天空の島は何の反応も見せなかった。それが証拠だよ。でもいつか必ず天理が目覚める日は訪れる。今の俺たちはそのきっかけも理由も分かってないだけ。うん、まあそう言えるかな。ほら、カリベルトのことを考えてみて。彼はすごく純粋で、今俺たちがいる彼の心の世界みたいに無垢で穏やかだったよね。それにヒルチャールだった時、その仮面の下を鏡で見ても精神を汚染されなかった。
この世界にはいなくなった後でも誰かの心を癒せる人がいる。でもそんな彼の存在する権利を誰が奪った？もちろんこれはほんの一例に過ぎない。俺が天理に抱いてる感情は言葉で簡単に説明できるようなものじゃないから。ホタル、この世界でそういう風に私を呼ぶのはお兄ちゃんだけだよ。本当はお兄ちゃんに聞きたいことがたくさんあったんだけど、今はいい。だってわからないの。あることだけがどうしてもずっとわからない。なんで一緒に旅を続けてくれないの。旅の終点で果ての花の海って場所にたどり着いたんだ。覚えてるかな。ずっと昔俺たちが一緒に他の星々を旅してた時、ホタルはこう言ったんだ。宇宙のどこかであの花が咲く花の海を探したいって。そしてあの場所にはその花の海が目の前に広がってた。これってただの偶然だと思う？それって俺だってずっと思ってたんだ、ホタル。でも戦争が終わってあの最後の答えを手に入れるまでは自分とどう向き合ったらいいかわからないんだ。ましてやホタルのこととなるとなおさらね。空間がどういうこと？主がいなくなったからもうここを維持できないんだと思う。実はこの空間はお互いに触れられないだけじゃないんだ。カリベルトが消えた瞬間からここで起きたことは誰の記憶にも残らない。全てあるべきじゃなかった。俺たちが今回再会したこともそう。そんな、なんでもっと早く教えてくれなかったの。聞いてきたんだけど、どうやらオイラたち昨日村の近くで眠ってたみたいなんだ。どんなに呼んでも起きないから村まで運んでくれたんだってさ。あ、それとさっきダインが来てたぞ。怪我をしてるみたいだったけど、お前の無事を確認した後何か考え込みながらここを離れてたぜ。大丈夫かなあいつ。あれ、そういえば記憶の中でオイラたち誰かに会ってた気が。確かカリベルトって呼んでたよな。そいつがオイラたちの探してた失踪者だったのか。その後どうなったんだっけ。全然思い出せないぞ。え、本当か。それってすごく重要な情報だろ。で、その後は他にも何かあったのか。おい、ここにいたのか。よく眠れたか。バハラーム？
外から戻ってきたみたいだけど、なんかいいことでもあったのか？いいこと？ああ、まあ、いいとも悪いとも言えるな。昨日のことなんだが、ビマラ村でも捜索チームを組むことになったんだ。君たち冒険者に丸投げするのも良くないってことでね。それで失踪者を探していたところ、急に思い出したっていうやつがいてな。話を聞くと、ある日の夕暮れ時に村の外にある木の下を通ったら、例の失踪した若者を見たって言うんだ。そいつは一人で居眠りしてたらしい。しばらくすると両親らしき人がやってきて、彼を起こして連れて行ったそうだ。家族揃って満面の笑みでな。その話を聞いて次第にみんなも思い出したんだよ。まったく、どうしてこんな大事なことを忘れてたんだろうな。ああ、そうそう、失踪した若者の名前も思い出したんだ。カリベルトっていう青年でね、変わった名前だろ。もっと早く思い出せてたらよかったんだが、この先の未来をあいつが楽しく過ごせるよう願ってるよ。そうすれば私たちも安心だ。どうやらみんなカリベルトが村を離れたって思ってるみたいだな。とにかくこれで事件も一件落着だ。そういえばアトッサはどうしてるかな。あいつの様子も確認しといた方がいいんじゃないか。もし思い出せてなかったら、オイラたちが教えてやろうぜ。村にはあいつの姿がないみたいだし、きっとまたあの木の下に行ってるんだと思うぞ。行ってみようぜ。急がなくてもいいのよ。お父さん、何ぼーっとしてるんだ？あなたたち、よかった。ちょうどお礼を言いに行こうと思ってたんだ。私も捜索チームに参加しててね、途中でカリベルトさんのことを思い出したの。はあ、こんなに大切な思い出なのに、なんで忘れてたのかな。確かにそう言われたことがあったような。いつ言われたんだっけ。まあいいや。人生は思い出からできてるものだから、彼と過ごした日々はもう私の人生の一部になってる。あの人に出会えたことを幸せだと感じられてるんだから、それで十分。未来のことなんて誰が気にするの。はいはい、認めるよ。今のはただ強がっただけ。私って実は振られたんでしょ。じゃなきゃどうしてカリベルトさんはさよならも言わずにそのまま行っちゃったの。別に慰めなくていいよ、大丈夫だから。カリベルトさんがいつも言ってたように、思いもよらないことが起こるからこそ人生は尊いの。でももし彼にその気があったら、やっぱりたまに会いに来てほしいかな。ここ数日本当にお疲れ様。私はジェイットおばあちゃんのお手伝いに行くから、二人ともまたね。これでいいんだよな。みんなの生活も元通りになったはずだし。あ、そういえばさっきお前が言ってたけど、カリベルトと話した後何があったんだ。
写真か？誰からもらったんだ？見せてくれ。知ることがないなら